声や太鼓の音を聞いていると、なぜか楽しい気分になるわね。今日は一日どうもありがとう。とても楽しかったわ。ねえ、一緒に帰りましょう。その日はどうしても外せない所用があって無理みたいです。せっかくお誘いいただいたのに申し訳ありません。また機会があったら誘ってくださいね。本当にごめんなさい。また別の機会に誘ってくださいね。それでは失礼します。新庄だけど、今日約束してただろ。どうして来なかったんだよ。
ときついの。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。そろそろ電車が来る頃だな。同人誌？なんだそれ。よくわかんないけど行ってみるか。さっき派手な格好でポーズ取ってる連中がいたけど、何なんだあれ。有名だかなんだか知らないけど、なんでみんなあんな動きにくそうな服ばかりなんだろうな。さすがに人混みの中ってのは疲れるな。うん、いいんじゃないか。行こうぜ。この手の店って騒がしいと思ってたけど、あの会場に比べると静かだって思えるな。ちょっと騒がしいけど、まあいいか。今日は許してもいい気分だよ。エミのこと、私からもお礼言うよ。ありがとうな。うん、そうだな。私はエミって下の名前じゃ分かんないかな。立花エミとなら結構よく話すよ。あと、もうこんな時間か。そろそろ行こっか。ちょっと名残惜しいけどね。また来ような。まあこんなもんだろうな。それじゃあ一緒に帰ろうか。いよいよ最後の合宿ね。あなたの芸術的センスにますます磨きがかかることを期待していますわ。
奇心。わざわざ応援に来てくださったのですね。ありがとうございます。今の今まで緊張していたはずなのですが、あなたの顔を見たら不安なんて吹き飛んでしまいました。はい、なんだかあなたと話しているとできそうな気がしてきます。はい、頑張ります。せっかく応援していただいたのに申し訳ありません。そうですね、負けてはしまいましたが、今はとても心安らかな気持ちです。トキシン、ありがとうございます。いえ、今日だってあなたが来てくださってどんなに嬉しかったか。だから、本当に、ありがとうございました。お待ちしてますわ。